皆さんこんにちは。いつも高評価、コメントありがとうございます。チャンネル登録もとても励みになっております。さて、本日のテーマですが、あなたをね、認めようとしない人の、心理、本音についてね、リーディングしていきたいと思います。なぜね、あなたを認めようとしないのか。次に、あなたに対する、本音っていうところをね、見ていきたいと思います。選択肢のカードはこちら、ね、エンジェルプリズムオラクルカードからね、もらいたいと思います。まずは A の選択肢。来ましたね。はい、こちら。B の選択肢。C の選択肢。こちら。ということで、こちらから A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい、それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。なぜね、あなたをね、こうなかなか認めようとしないのかっていうのを見ていきたいと思います。まずね、一個、あなたがね、優しいから、あなたの優しさに甘えてるっていうのはまず一個あると思うんだよね。だからこう、そう。多少ね、嫌なことを押し付けたりとか、無理難題を言っても、あなたならね、こう、ちゃんとやり遂げてくれるだろうとか、文句を言わないだろうみたいなね、そういう、あなたに対する甘えみたいなのがあるのは一つ。で、あとね、この人自体は、結構こう、判断が遅いんだと思うんだよね。何するにも。自分の中であれこれ考えて、納得のいく答えが出るまでは、なかなかその自分の意見言わないとか、決断しないっていうところがまずあると思うんだよね。で、その中で、あなたの言ってることは正しいよと。合ってるって思ってるんだけれども、でも、なかなかその自分の中の、こう価値観とか考えに、こう、落とし込むことができなくって、それで、そう、言ってることはわかるみたいな、正しいよねってなるんだけど、じゃあそれに対してイエスを出すのか、ゴーを出すのかっていうと、それはまた違う問題になっちゃってるね、この人の中でね。で、あとなんかすごくね、知識があってとか、賢くてとかね、あとその、情報収集が、すごいとか、うまいとか、そういう気持ちもあるの。なんだけど、なんかね、それは自分にはできないって思ってる節があって、あなたはできるかもしれないけど、自分はできないっていうことも、
思っている人もいると思うんだよね。これはね、同一人物の考えじゃなくて、まあ、複数いるっていうふうに想定して、まあ、見てもらいたいんだけれども、でね、中には、こう、あなただけが大事にされてるとか、あなたを大事にしようとしてるっていう空気だったり、ニュアンスを感じ取って、だからあなたのことを認めたくないんだって思ってる人もいると思うの。で、これが派生すると、あなたは大事にされていいよねっていう羨みとか嫉妬にもなるだろうし、あとね、その逆もあるんだよね。なんかあなたが何かを大事にしているとか、大切にするものがある。大切にする人がいる。うん。それを見ていて羨ましいと思う。相手にしてみると、自分は大切にされてないとか、重宝されてないっていう思いが湧く人もいれば、自分には大事にするものがない。自分には大事にする人がいないみたいな、そういう自分にないものをあなたが大事にしているから羨ましいって思う感情も起こるんだと思うんだよね。とにかくなんかね、すごい、堂々としていて、輝いているっていうふうにすごい見えるのね。それっていうのは、この人にも理由がわからないの。なんかね、輝いて見えるっていうのかな。なんか、この説明ってちょっと難しいんだけど、いっぱいあるからね。いっぱいある中で、まあ、ちょっとチョイスしていくとするならば、さっき言った輝いてるっていうことの、例えば、芯があるとか、物事に対してすごくね、真摯に向き合っているとか、あと、なんかこう、物事をね、いい風に頑張りたいとか、努力したいとか、そういう純粋な気持ちだったりとかね、あと、向上心、なんかこう、目標があるんだとか、やり遂げたいことがあるんだっていう向上心だったりとか、あとその、人をね、大切にしたいんだっていう優しさとか、ここにも優しさ来てるんだけど、なんかそういういろんなものが人それぞれあると思うんだけど、そういうものが見えた時に、この人ね、自分にはないっていうふうに気づいたんだよね。自分にはないものを持っている人だって分かった時に、だからこう、認められない。認めたくないんじゃなくて、認められないんだと思うんだよね。なんかこう、あなたのことを認めてしまったら、私って何っていう風に、存在価値とか存在意義が揺らいでしまうから、だからこう認めることができないっていうところにね、なっているんだと思うんだよね。で、さらに言うと、なんか、あなたが一したこと、一個したことに対して、例えば、自分ならそんなに感謝されないのに、あなただったらすごく感謝されてるよねとか、自分が一個やってもそんなにね、成果が出ないのに、結果が出ないのに、あなたがやるとものすごくすぐ成果が出るとか、すぐ結果が出るとか、要は、その人から見て、あなたが自分よりも多くもらっているとか、こう、それ以上のものを受け取っているみたいな感覚もあるんだと思うんだよね。それを、ずるいって思う気持ちだったりとか、さっきも言ってみたく、羨ましいなっていうふうに思う気持ちっていうものがこう湧いてくる。あなただけはもらっていいよね。ずるいよね、みたいな。なんか思い通りに言ってていいよねっていう気持ちだったりとか、あなたに思い通りにさせたくないっていう気持ちになるんだと思うんだよね。なぜならこの人は、どんなに強気な、例えば行動していても発言をしていても、根本的には臆病なのね。勇気がないの。だから、自分が成長する勇気もないし、人を認める勇気もないし、物事を良くしようっていう勇気もないし、とにかく自分に自信がなくて臆病だから、何をするにしても、こうなんか対価を求めたりとか、評価を先にもらいたいっていうところ。で、それがあるからやるみたいなね。それは、自信がなくて臆病で、そういうものをカバーするためにそういう動き、行動するんだろうなっていうのはね、あるんだけれども、そういう自分の臆病な部分とか、そういうものも、こうすごくね、自分自身でこう、見せつけられるような感覚、あなたと比べて自分はっていうふうに無意識に思うこと。で、それがあるから、認められないんだよね。本当に認めた瞬間に、自分はいなくていいじゃんっていうふうになってしまうから。だから、いろいろ
注文をつけたり、難癖つけたり、あなたを、まあ、困らせたりね、忙しくさせたりとか、あと、やんなくていいことをやらせたりとかして、とにかくあなたが輝く時間を減らさせる。うん、あなたが誰かに目をかけられるのを阻止するみたいなことをすごく頑張ってやってるんだと思うんだよね。ただただこの人が臆病者だけなんだけどね。うん、で次には、あなたに対する本音っていうのかな。そういうのを見ていきたいと思います。うん。うんうん、やっぱりね、なんかこう、この人にも、あなたの、なんか本来の真の強さっていうもの、うん、時にはその我の強さっていうのも、まあ、中にはいると思うんだよね、うん。そういうのが見て取れるんだよね。だから、多少のことをしても折れないだろうっていうものをこの人は見抜いてるっていうかね、分かってるというかね、さっきも言ったみたくね、うん、優しいから許してくれるだろうっていうことと、あなたが折れないだろうっていう、そのメンタルが強いだろうとか、うん、心が折れたりとかしないだろうっていう、そういう気持ちがあるから、強く言うとか、しつこく言うとか、なんか、もっと、重ねて言うとか、無理なんだよ言うっていうことにつながると思うんだよね。で、やっぱりね、こう、自分が、変われないっていうことに対する、ものすごい拒否反応がこの人にはあるの。変わんなきゃいけないって分かってるからこそ、変われない自分が嫌になる。でも、自分に対して嫌になりたくないから、私は変わらなくていいんだっていうふうに思い込んでる。で、そこをすごくあなたが揺さぶるから、すごくこう、敵対したりとか、そう、他の人から評価されないようにしたいっていうところに行き着くんだと思うんだよね。なんか自分がいかに目先のことだったりとか、お金のことだったりとか、上辺のことだけを見ていて、たくさんある可能性とか、いろんな人の、希望とか、願望とか、願いとか、そういうものをシャットアウトしてきたんだなっていうところ。自分はすごく人を悲しませてきたんだけど、あなたは一個一個ちゃんと拾い上げるとか、これがあったらこの先はどうなんだろうとかね。いろんな可能性を見つけたりとか、いろんな方向性を見ることをする。だから物事の中間に立って、立場に立って、人の気持ちをおもんばかったり、状況を把握したり、そういうことができるからこそ、要はあなたのことね、すごくシンプルだと思ってるんだよね。シンプルだと思っているからこそ、なんだろうな、こう、あなたは何でもできると。どんな仕事についてもやっていけるんだろうなって、そういう思いがある。で、自分はここしかないんだと。この職場、この場所にしか生きられないとか、働けないとかね。この人しかダメなんだっていう思いがあるから、その人を手放したくない。その職場を手放したくない。その環境を手放したくない。そこから動きたくない。変わりたくない。っていうことをすごく思い詰めちゃってる部分があると思うんで、あなたを見ていると。だからこう、あなたは何でもできるし、ね、やろうと思えばね。で、誰からでも認められるんじゃないのって、あなたがアピールすればねって。で、でもそうして、あなたが私のポジションを取っちゃったら、私どこ行けばいいのっていう。で、じゃあ自分のこと反省してね、変わろうかって言うと変われないって。変われません。私は変われないんだから、じゃああなたが変わってっていう。そういうね、気持ちがすごい強いんだと思うんだよね。だって、あなただったら、ね、中間に立って物事を見て、見据えて、いろんな方向性、可能性を見出すことができるんだから、この私が好き勝手やっても、好き放題言っても、あなたは落としどころ見つけてくれるでしょっていう、そういう甘えとかそういう慢心っていうのかな。例えばあなたは私のことを攻撃してこないだろうとか、私を排除しないだろうっていう、排除するかもしれないっていう恐怖心があるのに、奥底には排除しないだろうっていう、慢心があるのよ。慢心というか安心だったりとか、そういうものがあるっていうところ。だから、高をくくってるっていう感じかな、あなたに対してね。で、まぁ、ちょっとね、気持ちをもうちょっとね、掘り下げてみていきましょうかね。
この人はね、ずっと同じことを繰り返しているんだけれども、特に如実に現れているのがお金の面と仕事の面なんだけれども、まあそれ、まあイコールなんだけれどもね。要は、この人はすごく失敗をしているの、過去に。それは、この変われない性格だったりとか、人を羨むことだったりとか、邪魔するところがあって、結局失敗していると。で、自分の、まあ、努力とか向上心がないから、お金もね、こう、昇給しないとか、うまくいかないっていうものがあるんだけど、その、うまくいかなかったこととか、自分のその失敗を、自分でなんとかできないんだよね。要は人のせいにしてるっていうところがすごく入ってくるんだよね。だから、自分がなんとかするんじゃなくて、人がなんとかすべきっていう考えがすごく抜けない。だから、そう簡単に人を認めることできないし、人に、成功とか勝利とか、そういうものを譲ることもできない。で、この人がいることとか考えることっていつも利己的。自分にとってプラスになるか、利益になるかとか、自分の評判はどうなんだろうかとか、人に対して無償にね、何かをしてあげようとか、誰かに対して自分が先に何かをしてあげるとか、そういうことができない人。なるほどね。だからね、あなたに対してね、はっきり言うと、もう宇宙人のように見えてくるわけ。なぜかっていうと、自分の中で、こうなんだ、ああなんだって思ってることとかやってきたことがあって、でも、あなたの考えてることとかやってることって、自分の想像をはるかに超えたりとか、自分の、こう、想定外のことだったりとかね。なんかそういうことを、やったり言ったりしてる。だから、話が通じないと思っていたりとか、分かり合えない。だから本当にね、地球人と火星人とかね、なんかもう、そういう、自分の感覚とは全く違う感覚でいると思うから、本当到底認められない。生き方も考え方も表現の仕方も全部違うって思っちゃってるの、この人はね。で、それが、自分の知見の狭さというかな、見識がね、狭いとか、学びが少ないとか、そういう風にはならないの。ただただ、異星人みたいな感じでね、思ってる。なるほどね。で、この人にとって大事なのっていうのはね、まずさっきも言ったけど、臆病者だから、一人になりたくないの。とにかく誰かと一緒にいたいとか、誰かに構ってほしいとか、誰かに意識していてほしい。自分を立ててほしい。自分にお伺いを立ててほしい。尊重してほしい。っていうのがある。だから、この人にとって一番、わかりやすい、感じっていうのは、この人に、贈り物をすること。だから、この人にとって好意とか受け入れるっていうのは、こう、まず先に自分に対して誠意を渡す。贈り物っていうのは別にプレゼントだけじゃないから、物だけじゃないから、あなたが先に相手が出す。そう。あなただったり、その前の人がこの人に対して先に出すっていうこと。優しさとか思いやりとか気持ちとか気遣いとかね。そして、この人を一人きりにしないっていうこと。それをやると、この人は、少なからず、まだまだ認めるには至らないけど、そこにいてもいいわよ、みたいな。ちょっと上から目線なんだけど、あなたの存在は、認めようっていう感じになるんだと思うんだよね。だから自分の評価を下げずに、変な言い方だけど、自分にへりくだってくる分には、受け入れるよっていうね。私とか自分のことをね、先輩とか上司とかね、敬ってる年上とかいうふうにね、立ててくれるのであれば、私はじゃあ認めたくないけど、そこにいるのはいいよみたいな感じで邪魔をするのは減るんだと思うんだよね。で、キーカードなんだけれども、ね、本来の自分になるっていうキーカード来てるんだけど、これね、A をね、選んでくれた人はね、
自分を認めてくれない人とか、自分を攻撃してくる人と出会った時っていうのはね、本当に相手のことをよく観察して、だからこの人はうまくいかないんだ、だからダメなんだとかね、だからこういうふうにトラブってるんだっていうことを、あのね、本当に人の振り見て我が振り直せみたいな感じで、ものすごく勉強になるはず。うん。で、その相手の、まあ、ダメな部分、できない部分とかそういう、まあ、部分をね、反面教師にして、自分はこうやればいいんだ。こういうふうにすればいいんだ。こういう発言をすればいいんだ。こういう立ち回りをすればいいんだって。うん。で、タイミングはこういうふうにね、ずらせばいいんだとか、あなたが自分自身で本当にその自分がすべきこと、なすべきこと、自分のポジション、うん、立ち位置っていうものを、学ぶことができるっていう、そういうことがあると思うんだよね。だから、嫌なことも、嫌な気持ちになることもいっぱいあるんだけど、こういう人に出会うことによって、あなたが本来の自分の、うん、ポジション、立ち位置、すべきことっていうことがすごくよくわかると思うんだよね。本当に、逆を言うとね、こういう人と出会うからこそ、あなたが輝くんだと思うのよ。うん。あなたの良さが引き立つ、目立つっていうところ。うん。だから、すごく、あなたがそこをね、自分の学びにしたり、教訓にして、もっとガッて成長したときに、やっぱすごくね、目をかけてくれる人だったりとか、引き上げてくれる人と出会うと思うんだよね。うん、で、そこであなたは、もっともっと、その、活躍したりとか、成長したことを表現できたりとか、形に残すことができると思う。うん、なので、そういう、ネガティブなものとか、まあ、陰と陽とかね、明暗とかね、うん、そういうもの、酸いも甘いも、本当にさっき言った中間地点って話をしたんだけど、うん、そういうものをすごく中間で見れる。ここで、本当に、こう、いい部分悪い部分とかね、暗い部分明るい部分とかね。うん。なんかそういうものをすごくこう、俯瞰して中間で見るからこそ、うん、その、何をすべきか、どういうふうに言うべきかみたいなね。うん。そこをね、なんかすごくこう、成長だったり学びだったり、うん、あなたの長所として、うん、成果としてね、結果としてうまくいくための、まあ、経験だったり出会いだったりするのかなっていうところがすごくに入ってくるのね。うん。だから、あなたを認めようとしない人があなたの前に現れた時に、どんなに邪魔されても、どんなに非難されてもね、あなたはブレないでほしいの。なんでこの人こんな風に言ってくるんだろうと思った時に、この人は悪い見本を今やってくれてると。うん。だから、とことん研究して、とことん観察する。で、その上であなたが自分のやるべきこと、やっちゃいけないことを整理して、この人と同じことをやらない。で、この人と逆のことをする。そうすれば自然とおのずとあなたが、評価されるし、成長するし。うん。で、あなた自身が、大きく、強く、成長した時に、あなたができることっていうのは、他の人が到底真似できない、うん、素晴らしいことを成し遂げることができる。っていうふうにね、ここでね、頭の中でね、ちょっとね、心はね、感情は追いつかないかもしれないけれども、頭の方で少しね、分かっていてくれれば、すごくね、揺さぶられず、ぶれずに、距離を取って、過ごす、うん、やり過ごすことができると思うので、その認められないことは、悔しいことじゃなくって、自分の反面教師、糧にするっていうふうにね、思ってもらえればなっていうふうに思います。ということでね、A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディング終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずね、あなたのね、なかなかね、認めようとしない人について見ていきたいと思います。うん。これちょっと
と、多分、一部の人になると思うんだけれども、ちょっとその、一部の人の、その、なんていうのかな、パターンがすごく強くって、まずそれを先に伝えるんだけれども、B を選んでくれた人のことを、もし、異性関係だとした場合には、すごくね、一目惚れだったりとか、あなたの個性とか才能に惚れ込んだとかね、うん。そういう可能性がすごく高いんだよね。だから、例えば、もう女性として好きとかね、男性として好きみたいな、そういう感覚がまず一個あった。もしくは、ここのカードから入ってくるんだけど、すごく自分のないものを持っているとか、あと自分が欲しいと思っている才能とか、自分が望んでいる仕事のやり方をやってくれるとか、自分のしてほしいことをしてくれるとかね。うん。なんかそういうような、あなたの、才能とか、考え方とかやり方とか、そういうものにすごくこう、一目置いたみたいな感じがすごいするのね。で、これは、この感覚は、異性じゃなくても同性でもそうかもしれないね。この感覚はね。で、そういう思いがあって、要は、あなたに対して、期待をしていたと。それは、もしかしたら付き合えるかもしれないとか、好きになってくれるかもしれないみたいな、そういう期待があった。だけど、そうじゃなかったっていうのはね、入ってくるわけなのよ。なんかこう、自分にはあなたの、本音とか本心とか、それが分からなかったみたいな。それはあなたが隠していたからじゃないのっていう、そういう思いがあって、相手からすると、勝手に期待して、勝手に幻滅してとか、勝手にこう思い込んだりとかして、それで、可愛さもあって、憎さ100倍みたいな感じで、あなたのことを認めないとか、邪魔するみたいなことをね、やっているのかなって。で、これが、同性同士、場合には、自分のために頑張ってくれると思い込んでいた。なんか自分の、手足止まってとか右腕になってやってくれると思っていた。自分はすごく例えば楽できるとか出世できるとか生きやすくなるとかね、気持ちよくなれるとか、そういうふうな勝手に期待をして、で勝手に誤解をして、で、もう、あなたのことなんか認めないぞ、みたいな風になってしまった。なんかどっちにしても、自分が思ってたあなたじゃなかったっていうのがすごい入ってくるんだよね。で、ここもここもそうなんだけど、相手は本当に、なんだろうな、勘というか、直感とか一目惚れとか瞬時に、なんかそう思っちゃったのと思うの。なんか、勝手にあなたが自分のことを、気に入ってくれる、尊敬してくれる、好きになってくれるみたいな。で、でも、現状はそうじゃなかったっていう。でもそれっていうのは、自分に問題があるんじゃなくて、あなたが、そう、自分に対して、真心を見せなかったとか、忠誠を誓わなかったとか、そういう感じ。なんかその自分にもし落ち度があったとしても、自分に何か悪い部分があったとしても、あなたは、寛容に、寛大に、自分のことを受け入れてくれると思ってたのにっていうね。なんか、そうじゃなかったのっていうところの、こう、がっかり感というか、落胆というかね、そこが、なんかこう、意地になっちゃってる、向こうが。ただ単にも意地になっちゃってるんだよね。だからこう、認めなきゃじゃないの。実は認めてるの。認めてるからこそ、その、能力とか才能とか、あなたの真心とかね、気持ちとか、そういうものをなんで自分だけに向けてくれないのかっていう思いがあるんだよね。なんかそれを、なぜ他の人にもあげちゃうの？なんで他の人にもそういうふうに接しちゃうの？っていう、独占欲っていうのかな？そういうものが発動しているんだと思うんだよね。で、あともう一個は入ってくるのはね、気分屋さんっていうのがすごい入ってくる、相手が。喜怒哀楽が激しかったりとか、あと気分の落差が激しいとかね。笑ってたのに急に怒り出すとか、なんかこう、ね、普通に見えたのに泣き出すとかね。なんかそういう情緒の不安定さだったりとか、あと、ごめんね、女性で言うならば、あるじゃない、あれの日みたいなね。あれの日があって、すごいイライラするとか、あと、
年齢的なもの、例えば更年期とかね、なんかそういうものに差し掛かっちゃってて、ずっとじゃなくって、その時っていう感じがすごいするの。たまたま、あれの周期でイライラして、なんかこう、八つ当たりしたとか、気持ちよくうんって言ってあげられないとか、応援してあげられなかった。で、例えば、たまたまその更年期の数年から、10年とか、年単位でね、ただただ受け入れたくなかったみたいな、いう可能性も高いと思うんだよね。なんかその、この人の中のサイクルというか、波というかね、そういうものがすごく大きく関係していて、あなたのことを認められないとか受け入れられない。で、これが男性の場合には、そう、本当にその気分のサイクルっていうのかな。昨日飲みすぎて頭が痛いからとか、そういう自分の気分次第とか状況次第で、なんかこう、あなたに、いいよって言ったり、ダメって言ったり、やつ当たりしたり、なんかそういうふうにこう、引っ掛け回すとかね。あとそういう、そう、いいって言ったのをダメって言ったり、ダメって言ったのをいいって言ったりとかして、こう、どっちなのって、あとはその、表面上いいって言ってたのに、蓋開けてみるとダメみたいな、実は反対してたとか、なんかこう、表面上と本心を真逆なことをやって、あなたはすごくそれに対してイライラするとか、モヤモヤするとかね、そういうこともね、あるんじゃないかっていう感じね。続いては、あなたに対するその本音、本心の部分ね、っていうのを見ていきましょう。本当はあなたに主導権を渡したくないっていうのが入ってきているのよ。もし今あなたが何か立場があったりポジションがあったり、するのであれば、相手はそのポジションは自分だって思ってるんだよね。でも、なんか、周りの評価があなたの方が高いとか、前の評価が自分に対して低いとかね。なんかそういったその、周りの、世間体とか周りの目を気にして、一旦あなたにリーダーとかポジションを任せてるけどとか、任せなきゃいけないって思っているのに抗っているって感じがすごい入ってくるんだよね。対立のね、カードも来てるし、そうね。だからこう、あなたが、相手からすると、目に見えない存在に守られているっていうことは、その相手を確信してるわけじゃないんだよね。だけど、なんかこう、あなたが運がいいとか、誰かから可愛がられてるとか、守られてるとかって、そういう、認識だったりとかね。それっていうのは、例えば自分のその、会社であれば、自分よりも立場の上の人にあなたが可愛がられてるっていうのもあるし、何か、こう、サークル的な、コミュニティ的なものであれば、あなたの方が評価されているとか。で、これが、家族とかね、そういう風になっていくと、あなたが両親から可愛がられているとか、あとはその、もうちょっと派生するとね、旦那さんから大事にされているとかね、奥さんから大事にされているとか、そのパートナーから大事にされているとか、守られているとかね、なんかそういう思いがあるみたいで、なんかこう、自分はその逆にいるっていう感覚なんだよね。どういう状態にしてもね。だから、この人が夫婦仲がうまくいってなければ、あなたが夫婦仲がうまくいってるって思ってるんだろうし、自分の仕事がうまくいってないって思ってるのであれば、あなたの仕事がうまくいってるんだろう。で、それっていうのは、あなたの実力じゃなくって、運だよね、みたいな。そういう、今、ダジャレじゃないんだけど、そういうふうに思っちゃってる。だから、なんていうのかな。相手からすると、私は見抜いているのよ、みたいな。本当のこと分かっているのって。私の言った通りにすればいいとか、私の思った通りになるはずっていう風に思ってるわけ。私が本当のこと分かっている。私が、全部把握してるみたいな感じでちょっと思っていて、で、ね、私が本当のことを知っていると。なんだけど、だから、あなたは分かっていないでしょっていうスタンスで見ている気がするんだよね。で、難しいんだけど、
全然ね、価値観が違うから、相手の必要としている情報とか認識とかと、あなたの集めている情報とか認識ってすごく違うんだよね。だから、この相手からすると自分の方が、合っている本当の真実、答えなんだって思っているから、もしかするとこう正してあげようとか、教えてあげるみたいな、そういう意識もね、ちょっとあるんじゃないかなっていうところで、どうしてもね、あともう一個入ってくるのが、人間性というかね、そういうところで言うと、はっきり言うと、心の奥底では負けを認めてるんだよね、この人ね。自分には叶わないって分かってるの。でも、だって願い、ホープの逆位置来てるから、あなたの方が正しいとか、あなたの方が輝いているとか、あなたの方がうまくいくんだろうなっていうのを薄々分かっていて、負けを認めていると。なんだけど、でも自分にはこういう、正解があって、自分にはこういう真実があるから、対立をどうしてもしてしまうんだよね。で、それプラスあなたには運が、運がいいっていうのかな、ラッキー、たまぼた、そういうものがあるでしょっていうところがすごくね、入ってくるんだよね。だから、実力じゃないんじゃないかみたいなね。そういう思いも、少なからずあるっていうところが、だよね。もうちょっとわかりやすく言うと、例えばね、もともと家柄がいいとか、例えばそういう、たまたま、そういう、トントン拍子に進んだとかね。たまたま、誰かのね、目に留まる方法だったとかね。そういうイメージがあって、それを私は知っているんだみたいな感覚だよね。で、あなたの、その才能とかね、価値観とか、美徳っていうのかな、そういうものも分かっていると。で、それプラス運がいいから余計になんかこう腹が立つみたいな、そういうこともあるんじゃないかなって。だからこそ自分のためだけにね、あなたのその持っている何かとか感覚とかいうものを自分のためだけに注いでほしいと。自分のために全て使ってほしいんだ。なんだけど、それを他の人に分け与えようとするから、その状況を認めたくないんだよね。あなたは認めたくないわけじゃないんだと思うんだ、これね。あなたを認めようとしない人っていうのは、あなた自身を認めないんじゃなくって、あなたの周りを認めたくないとか、あなたのしようとしていることを認めたくないんだよね。なぜなら、あなたがもたらすものとか、あなたの気持ちとか全部自分が恩恵を受けたりとか享受するものだったり、独り占めできるはずのものだったっていうね、でそういう気持ちがあるし、相手もあなたに対してこうなんだろうな、ちょっと難しいな、貢ぐじゃなくて奉仕じゃなくてみたいな、そういう気持ちがあるんだよね。あなたのためだったら、自分を犠牲にしてとか、そういうなんかこう、普段はやらないけど、あなたのためだったらやるのよ、みたいな気持ちがあったからこそ、それを受け取らなかったあなたに対して、なんかちょっとすごい、落胆だったりとか、裏切られたみたいな気持ちっていうのも、同時に湧いているのかなっていうところね。もうちょっと、掘り下げて、相手のことを見ていきたいと思います。なんだろうな、この人は結局ね、すっごく親密になるか、だから友達になれないっていうのは、すごく超絶仲いい双子感覚、ピーナッツ親子だったりとか、親友みたいな感じとか、あと本当にもう付き合って、もう絶対に浮気しないパートナー、伴侶っていう感じ。で、それができないんだったら友達になれませんみたいな。だから、あなたと中途半端な距離感は無理なのよ。この人はできないの。もう、べっ食べたにくっつくか、もう嫌って離れるかしかないの、この人はね。友達みたいなね、なんか程よい距離感っていうのが無理なんだよね。もう双子のように、ピーナッツ親子のように、べったりくっつくか、それが叶わないんだったらもう、憎むかみたいな、離れるかみたいな。だから、すごくね、
駆け引きするんじゃないかな。うん、成長ね、そう、うん。なんかこう、そう、お互いを成長するとか成長させるとかじゃなくって、一方的なんだよね。何に対しても一方的。この人の思いも一方的だし、あなたからも一方的に受け取りたいっていう思いがすごくあるね。うん。家族、逆、ちょっともう一回行ってみる。あー、なるほどね。この人、要はね、感情を出すのが下手くそっていうのはあるんだけど、さっきも言ったけど、要は情緒不安定みたいな感じ。本当は好きなのに嫌いって言ったりとかね。あと、愛されたいのに、別に愛されなくったっていいって言ったりとか、本当は自分の、根本的なその真の感情とか思いっていうのがあるんだけど、うん、多分ね、甘えたと思うんだけどね。その、どっちかな、自分の生まれ育った家族かもしれないし、自分が家族になりたいと思った人との関係性においてかもしれないんだけども、どっちかかな、うん。要はね、報われなかったんだよね、この人ね、根本的に。だから、この人の、家族からの温かい愛とか、じゃなくて、歪んだ愛情だったりとか、押し付けられる愛情のもとで育ってしまったから、そういう認識になってしまった可能性が高いのかな。あともう一個は、自分がすごく好きで大事に思っていた人と、パートナー、家族になると思っていたんだけれども、それが叶わなかったトラウマが、もうそのインナーチャイルドの、まあ、傷つきだよね。もうそこにすごく深い傷が入っちゃって、この人感情が、すごいこんがらがっちゃってるんだよね。うん。だから自分がすることっていうと、この人が家族を持っても、すごく異常に相手を束縛したり、子供に過干渉になったり、もしくは逆。自分の分かってほしくって家族を振り回すみたいな。なんかそういうことをね、やってしまうんだろうなっていうところ。うん。なんだよね。だからその感情のコントロールがすごく苦手。だからこそ、結局自分の思った通りにも行動をさせたい。そう。自分の思った通りにやってほしい。だからあなたに対しても自分の思った行動をしてほしかった。言動、言ってほしかった。やってほしかったっていう。うん。だから、そこで絡まなかったっていうところが今回のその、あなたを認めないっていうところに行き着くのかなっていうね、ところだよね。うん、また宇宙来たね。うん。そうね。そっかそっか。この人にとって、やっぱりこう、自分の、報われなかった思いとか願いとかに対する固執がすごくってね、自分の思い通りにするためであれば、その感情をフルに使うのをね、泣きわめく泣き落としとか、あとすごい怒るとかいうのもあるし、これね、もうちょっと無意識の思考に行くと、昔の恩を出してくる。あなたにこれをしてあげたよねとか、この時こうやってやったよねとか、そこをちょっと引き合いに出して、まあ、でも、感情に揺さぶりをかけてくるっていうところがね、あるのかなーっていうとこね。やっぱりどうしてもね、こう、自分の、やり方、ルール、マイルール、自分のやり方、ルールがあって、自分の、世界観があって、こうなってほしい、こうしてほしいっていう思いがすごい強いから、それに外れる行動されると、逆恨みするとか、あとその、執着になるんだと思うんだよね。どうしてやってくれないのか、みたいなね。どうしてこういう風にしてほしいのに、みたいなところ。で、すごく期待も高かった分、そうじゃなかった時のがっかり感が反動でそういう言動になるっていうこともあると思うんだよね。で、まあ、キーカードね、到達点を迎えるって来てるんだけども、これね、本当にそう。この人との関係性はここでおしまいにしてほしい。親子であっても、親友であっても、パートナーであっても、ちょっとね、
気持ち的にも距離的にも、開けるべき。うん。なぜかっていうと、ごめんね、あなたを認めようとしない人と出会った時っていうのはね、なんだろうな。相手にとっての学びとか課題はあるんだけど、あなたにとっては、ただただのお付き合いなんだよね。うん、付き合ってあげてるっていう感じ。だから、相手から得るものってないことが多いと思う。うん。だから、例えばこれね、昔お世話になったとかね、まあその親子関係だったりとか、パートナーだったとしても、こんなに認めないのは、やっぱりね、自分の思うように、こう、動いてほしいとかね、やってほしいっていう気持ちが強すぎるんだよね。だから、もう、関係性に成長はない、うん、成長、学びがないから、ちょっとね、あなたの方がもう、学びを終えた、先にね。だから、もう、次のステージに行く。次の学びを始める。うん。もう、小学校は卒業しました。中学校入学しますとかね。中学校義務教育終わりました。もう今度は自分で好きなね、自分に合った進学先選びますとかね。うん。もう、その大学っていう学びが終わったから、今度は就職。それを活かす方に行きますよ、みたいなね。だからそんな感じがするんだよね。どんな場面であっても、もう、あなたにとっては卒業の時期。で、新たなことを始める時期。この、あなたのことをね、まあ、認めてくれない、なかなかね、受け入れないっていう人からの、まあ、卒業とか離脱とか、そこにもうあなたが求めることはないと思う。うん。あなたが求められたから、ここにいるんだよね。うん。あなたがそこに呼ばれたから行っただけ。だけど、あなたは用事ないんだよね。うん。ただ、呼ばれたから行った。それは相手の、例えば、学びとか修行とかね、課題があって、あなたがキャストとして呼ばれたんだけれども、でも、その中で相手がどう学んだか、何を成長したかっていうことの、をあなたは見届ける必要がないよっていうだけの話。うん。だからこの、まあ、お相手さんに関しては、どんな立場であれ、どんな付き合いであれ、まあ、ちょっとね、気持ち的にも物理的にも距離を置くっていうのはいいと思うんだよね。うん。あなたがもう、その、なんていうかな。そう。ストーリーとしては、ゲストっていうのが、うん、そういう風にしてこう招かれたから、まあ、そこに行ったんだけれどもっていうだけの話。あなたが有能だからね。うん。なんかその、本当はお相手があなたの有能さを、本当に 100% 活用してね、有用にね、うん、有効に、有用に、うん、活用して、相手が何か得るべき問題だったんだけれども、ちょっとそういう、まあ、あなたのことを好きすぎるとかね、惚れすぎちゃって。それは、異性としてかもしれないし、才能だったりとかね。うん。とにかく本当にこう、見惚れるようなね、惚れ惚れするような感覚が先に来ちゃったせいで、なんかこう、狂っちゃったんだよね、相手がね。うん、感覚がね、バグっちゃったんだよね。だから、そこはちょっとこんがらがっちゃって、あなたに対してすごくこう、認めたくないみたいな、かわいさまって肉さくばいみたいなことをやってしまってるっていう。うん。じゃあ、それはそれでね、お互い何もないから、しょうがないからね、まあ、じゃあ、お互いそれぞれのね、道を歩んでいきましょうねっていう、感じなんじゃないかなっていうとこね。ということで、B のね、選択肢をね、選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずね、あなたをね、なかなか認めようとしない人の、まあ、心理とかね、気持ちを見ていきたいと思います。うん。なんかね、いろいろ人によって状況は違うと思うんだけれども、まず入ってくるのがね、あなたには、まあ、選択権があっていいよね、みたいな感覚。なんかこう、選べる手段とか方法があるとか、なんかこう、そう、選べるってこともそうだし、それに対してこう、いろんなパターンっていうかな、方法っていうのが、そういうのもある。っていうことに対しての、なんだろうね、これね、その、
多分相手から見るとね、そもそも私には選択する権利すらないとかね、もともと選ぶ、なんていうのかな、選ぶその、なんていうの、対象もないっていうのかな、これしかないとか、こうするしかないって思っているのに、あなたは A と B を持ってくるとか、それをこうチョイスできるとかね、また A から発生して、A の B とか A の C とかね、そういうのも、こう、できてしまう。選ぶことができるとか、そういう選択を与えられてるみたいな、いうところがまず入ってくるんだよね。すごくね、こう、私には、こう、そもそも選ぶとか選ばないとか、そういうものすらないのに、みたいなね。あなたは選べるのねっていうところがあるのかなって。でね、それがね、なんか、難しいんだけど、きっとあなたが見えないところで努力してきたりとか、何かね、学んできたり経験を積んだりっていうところがあると思うのね。それなんだけど、相手はこう七夕的なラッキーさをどうしてもこう感じちゃうんだと思うんだよね。あなたが努力からね、選ぶ立場になったんだと。そういういろんな、なんだろうな、空気を読んだり、人に気を使ったりとか、あとそういう、そもそも先にね、努力を積み重ねてきたりとかね、そういうことをしてきたから、こう、選べるようになったんだし、あと、選ぶ権利も与えてもらえたみたいなね、ことだと思うんだよね。ただ、相手からすると、棚ぼた的なちょっとラッキーみたいなところなんだろうな、みたいなところが入ってくるのね。でね、あともう一個すごい入ってくるのが、これとこれなんだけれども、C をね、選んでくれた方はね、すごくね、教育者、指導者だと思うんだよね。だから、お仕事でも、例えば子供たちに限らずね、何かを教えたり、指導したり、あと、なんだろうな、継続っていうのかな、引き継いだりっていうことをやっていたり、またそれはすごく向いてるんだよね。先生って呼ばれている立場なんだと思うし、そういうリーダーみたいなね、ところにも当てはまっていくんじゃないかなって。で、その相手が無邪気とか無心、であればあるほど、あなたのそういう影響力とか求心力がすごくてね、そう、相手が無邪気な子供であればあるほど、あなたのその学びとか教えっていうのは深く入っていくし、相手が大人であろうと、例えば自分年上であろうとも、あなたからこう教えてもらう立場っていう人の方がすごく多くてね。そう、私すごくこう、何かを伝える、導く、そうそう。それでね、これ多分ここに当てはまるんだけど、あなたが、その相手に、なんかこう、選択権を委ねるっていうのかな。あなたがこうして、ああしてじゃなくって、あなたは、相手に対してね、自分はこう思うけれども、あなた自身には、こういう選択肢があるよ。こういう可能性があるよっていうような、導き方をしてるんだと思うんだよね。だから、この、もしあなたが先生と呼ばれるポジション、立場であるとしたら、その、相手からあなたのことを認めたくないと思っている人から見ると、その人は自分の教えをそのままやってほしいとか、自分の言うことだけ聞いてほしいっていうふうに、自分のコピーとか、ロボットみたいなのを作りたいわけだよ。だから自分の言う通りにしていればいい。自分の教え以外は、無視しろとか、言う通りにしていればいいんだよっていう考えの人からすると、あなたのように、私はここまで教える、伝えるけれども、でも、最後の選択権、決定権っていうのはあなたにあるんだよみたいなやり方をされると、自分のやり方がすごくこう自分勝手で一人終わりでっていう風にねなってしまうっていうところに、この人は気づいたんだよね。だからなおさら余計にあなたのやり方とか考え方に対して認めたくない、認めたら自分のやり方がおかしいっていう風になってしまうし、すごく一人終わりで自分勝手だなっていう風になってしまうから。だから、
なんだな、あなたを絶対に守る立場にはならない。これがあなたの上司であるとか、例えば会社っていうそのポジションで、まあ、いろいろあると思うんだけどもね、うん、で揉め事があったりとかトラブルがあっても、その相手はあなたのことを絶対守らないし、うん、それどころかなんかこう、なんだな、あなたの責任にしていくっていうのかな。とにかくあなたを認めない人からすると、あなたはこう一歩先を行く人、うん、いつも何か一つ上のことをやっている人っていう風に映るから、うん、自分がなんかね、こう時代遅れのような、やっていることが古臭いようなね、うん、そういう風に思う。まあその通りなんだけどね、そこに気づけただけすごいじゃんって私は思うんだけれども、でもそういう感覚が間違ってもあなたを認めたくないっていう風になってしまうんだろうなっていうところ、やっぱりね、このたくさんの、まあ、選択肢とかたくさんの方法、うん、やり方っていうのがあってもいいよっていうスタンスの人を見ると、この人はあなたじゃなくても、うん、昔からこのやり方、うん、これしかないんだって、これをやらせればいいんだっていうような古い感覚とか概念だったりとか、あと、もう目的がない、理由がない、近年よく言われている校則、学校のね、校則の問題とかあると思うんだけど、もうね、時代にそぐわないのよ、その昔の校則ねっていうのはね、うん、で例えば先生にね、どうしてこの校則があるんですかって、どうしてこういうルールがあるんですかって聞いても、先生もね、答えられない場合いっぱいあると思うんだよね。なんかね、ふわふわしてるっていうか曖昧なの。なんかあとね、もっと掘り下げて言うと、このご時世になんかこうヤンキーが基準になってるんだよね。ヤンキーにさせないためのルールがすごい多いと思うの。なんか2ブロックダメとかね、くるぶしソックスダメとか、なんかこう膝下じゃないけどスカート膝下とかね、うん、なんかこう前髪はね、眉毛かかっちゃいけないとかな、まあ、いろいろあると思うんだけど、学校それぞれにね、うん、このね、大元ってね、要はね、ヤンキーにさせないためだったりとか、そのヤンキーとか不良に目をつけられないためっていうような、回避するための校則とかルールが多いと思うんだよね。で、今の時代って、まあもうそうじゃないんだけど、いつまでもね、そのね、ルールがこう、まかり通ってる。ほんとひどい校則とか、まあ、会社でもそうだよね。すごい古いルールがあって、いつの時代やねんっていうね。なんかもうそれって、もう、なんかこう、手動計算してた時のやり方だよねみたいな。でも今ってもうソフトがあるじゃないっていうね、自動入力計算みたいなのがあるのにね、うん、だからそういう、もう時代は変わってやり方も変わって効率的になって、でもうほんと合理的になってってなってるんだけど、やり方だけはいつまでも古いみたいな、うん、なんかそういうそういうなもので言うと、この人はそういう古い、まあ、校則とかルールに、なんでってどうしてって思えないし、思ったところで、変える意味を、こう見つけられない、うん、っていうのがね、すごいちょっとその大きく感覚として異なるところ、うん、もう思考がストップしてるっていう可能性も高いよね。だからそもそも選ぶ選ばないじゃなくって、あなたがそもそもその選択を拒否してるっていうところあるよねって。だからこの人の問題なんだけど、責任をあなたにぶつけてるっていう感じがする。だから認めたくないっていうところに行き着くのかな。うん。で、まあ、正直にあなたのことをね、どう思ってるのかっていうね、まあ、あなたに対して思ってることを見てみましょう。うんうん。言いたいことあるけど、なんか実は言ってないっていうところあるな。言ってるように見えて、でも本質のとこは言ってないと思う。うん。あ、なんかやっぱりあなたのこと賢いとか、その状況整理とかね。うん。なんかそういうのが上手だったりとか、本当に仕事ができる人って思ってる。うん。で、やっぱりね、あなたに向けられる評価とか賞賛っていうのは、やっぱあなたにはふさわしいって分かって、ってるんだよね。うん。なるほどね。そうそうそう。だから、
ごめん、正直に言うと、この人、あなたに対して、難しいんだけど、ちょっとスピリチュアル的なことを言ってしまうんだけど、ただ、こう、素直になれないっていうところがあると思う。本当は分かってるの。あなたの才能とか能力とか魅力とか人間性とか考え方とか、すごい尊敬してる。すごいなと思ってる。だけど、自分の方が年上だったりとか、自分の方がなんか先に先輩になったとか、なんか、ね、先に入社したとか、なんかそういう、なんか、状況的なものがあって、あなたを素直に受け入れられないとか認めることができないっていうところがね、あるんだと思うんだよね。心の奥底ではめちゃめちゃ認めてるし、褒めてるし、ただただ、本当にね、素直になれないっていうのがすごい来てる。本当はもっと褒めたりとか、逆に言うと教えを学びたい。指導されたいとか、学びたいっていう、本当に教えを請いたいっていう気持ちがある。だけど、すごい葛藤してるんだよね。どうしても言えない、それを。言いたいんだけど言えないっていう。で、それは自分の今のポジションとか立場とか、そういうものが邪魔しちゃって、世間体とかね。なんか、だから、ちょっと、言えないっていう。本当は、二人で話したいとか、本音をぶちまけたいっていうのはあると思う。だけど、この人は真逆のことをやるんだよね。あなたに対して自分のことをカウンセリングしてほしいと思ってる。癒してほしいと思ってるんだけど、やってることをあなたをイラつかせることをやるのよ。カウンセラーとかヒーリングとか全く逆のことね。どうしてこうなんだろう、どうしてこういうこと言ってくるんだっていうふうに、あなたを苦しめたり悩ませたりすることをしてしまう行動としてはね。本当に、こう、天の弱というか、そういうことをね、やってしまってるんだよね。ちょっとね、気持ちをもうちょっとね、掘り下げてね、見ていきたいと思います。コミュニケーション。そう、やっぱりね、コミュニケーション取りたいと思ってるの。だけどね、取れないって。やっぱそこがね、この人の乗り越える壁だったりとか、やんなきゃいけないことだよね。この人ね、コミュニケーション下手くそなんだろうね。で、過剰な反応が来てるのよ。全然あなたはこの人にとって敵でもないし、悪意もないし、言われれば全然教えるし、伝えるし、一緒にね、頑張っていきましょうとか、一緒にこう、上目指しましょうって全然言えるんだけど、なんかね、警戒してるんだよね。自分を追えるんじゃないかとか、なんかこう、排除しちゃうんじゃないかみたいなね。で、そういう恐れの気持ちが結局あなたを認めないっていう行動になってるんだと思うんだよね。これはね、表面的にあなたのことなんか全然恐れてませんと。なんならマウント取ったりとか、先輩風吹かしたりとか、なんだろうな、強口調で命令したりとか、あなたを言いまかしたりとかして、あなたにとって嫌な、ポジション、人間、っていう風なものを自分で作り上げているけど、実は逆、めちゃくちゃこう、恐れている。だからこそ行動が逆になって現れるんだよね。そう、それはね、この人ね、本当に逆位置いっぱい来るね。カード自体は見せるんだけど、そんなに、ね、逆位置が多いってわけでもないのよね。シャッフルしてるから。でもこんだけ逆位置来るってことは、相当ひねくれてる。で、本当にね、その一瞬一瞬で思ったこと、を言う人、この人。もう考えもしないで。だから、そういう意味で言うと、この人は、その時言ってることはひどいことだったりとか、強いこと言ってるんだけど、実は、後を腐れないとか、尾を引いてない可能性も多分にある、この人はね。その時強い口調でパッと思ったことばって言って傷つけるんだけど、でもじゃあ、深くね、こう、憎んでるかとか、ものすごい悪意があるかっていうと、そうではない。ただその場の勢いでよく考えもせずに言うっていうところなんだろうなって。また来たね。逆位置ね。そうそう、感情的なんだよね。その時の感情で思いついてばって言っちゃうんだよね。全然理性的じゃない。本当に感情的な人。最後ぐらいは表向きに言ってほしかったけど、やっぱり裏来たね。そっかそっか。安全な場所。要は、この人にとって、
何が基準かっていうと、自分にとって安心できる場所か安全な場所かっていう、まあ、そこだけを考えるんだよね。だからあなたがいると自分の立場が危うくなるとか自分の評価が危うくなる。ただそれだけのためにあなたは認めたくないっていうだけなんだよね。ポジションを取られたくない、立場を守りたいとか、あと評価を、自分の評価を下げさせたくないから、あなたに噛みつくとか、あなたを批判するとか認めないっていうところ。で、キーカード、未来へ向けて動くとき、まあ、これね、本当そのとおりなんだけど、ウリエル様なんだよね、これ、カード的にはね。で、ここにもね、ウリエル様なんだよね、逆に来てるんだよね。まずね、この2枚で言うと、あなたがそれだけ高貴な人間、本当に、紫色が似合うね、素晴らしい、魂で言うと本当に高貴で上品な人なんだよね。で、やっぱりこう人にインスピレーションを与えたりとか、それは本当にウリエル様のご加護、補助があってなんだけど、あなた自身もその影響を受けて人にインスピレーションを与える、ヒントを与える人生なんだよね。だから、先生っていう立場、役目が向いてる、リーダーシップ。場を取りまとめたりとか、整理整頓したりとか、時にヒントを与える。でも、選ぶのはあなただよ、周りだよっていう、そのチョイスをするのはあなたなんだよっていうところに委ねる。その、才覚っていうのかな。人に考えさせて選ばせる、そこに責任を持たせる、そして責任があるからこそ自由っていうものがあるっていうね、ルールがあるから自由があるよって、自由だけっていうのはただの野放し、ただの秩序のない世界なだけなんだよね。だから責任と自由がありますよって、どっちを取るにしても何を選ぶにしても責任が伴うから自由がある。で、自由を楽しみたかったら、そこに責任があるよっていうところね。すべてにおいて。それをあなたが、見本となって、手本となって、導いているっていうところがね、まずすごい入ってくるんだよね。だから、この未来へ向けて動くときっていうのは、結果的に、あなたが、その、相手の未来に向けてのチョイスを、与えてるっていうとちょっとおこがましくなっちゃうんだけど、全てにおいて未来に向かってあなたがいつも選択しているっていうこと、自分だけじゃなくって周りの人にとっても世の中にとっても良くなるように未来に向けてどう動くかっていうのをあなたが率先して見本となってお手本となって動いている。そのいつも正しい選択をしようとしていること、そして正しい選択をチョイスできるようにいろんな方法をいつも試している。その今まで経験とかね、知恵とかっていうのは、今こそあなたがリーダーとなって、先生という役目を担って動くとき、あなたが引っ張っていくとき、そういう役目、役割をするとき、なんか今までは固辞していたり、遠慮していた人も、このもタイミングでね、リーダー引き受けるとか、あと独立するとか、なんか自分が、主軸となってやれるコミュニティを作るとかね。そういうことを始めてみてもいいんじゃないかなって。とにかくあなたが、教える立場、引っ張っていく立場っていうのを、このあなたのことを認めたい人がいるなって、そこにすごく違和感とかね、そういうここじゃない感っていうのを感じた時には、あなたがもうリーダーになる時。それまでは自分のことを認めない人がいても気にならなかったりとかね。そういう考えもあるなって思っていたと思う。でも、ここに来て、すごく嫌だなっていうこの感覚っていうのは、そこを超えて、あなたが、ここそうだよね。段階を踏む。一歩先に行くとき。やっぱりね、こう、あなたの背中を見て周りがついてくる。あなたの背中を見て学ぶ。っていうところがあるから、あなたが先陣を切って何かを始めたり、あなたが、今まではあなたが自分の中でね、チョイスしてきた、選択してきたんだけど、今度あなたが選択を、与える側、こういう選択肢があるよっていうふうに伝えていく側、そしてそれを選ぶ責任とね、あとその楽しさっていうのかな。自分が選んでやることの責任の重さとともに、やりがいだったりとか、満足感。本当そこってね、自己肯定感につながるから、そういうものをあなたがね、
伝えていく、そしてそれをこう、ね、次世代っていうのかな、未来に向けてあなたが動き出すとき、作り出すときっていうの。だから、見かけがね、外見が子供ってだけじゃないんだよね。うん。大人であろうと、年上であろうと、あなたが、導いていく立場、導いていく側っていうことをね、考えて、行くべき瞬間というか、そういう時なんだと思うんだよね。うん。今は、その、ね、あなたのことをなかなか認めない人がいて、苦しいな、辛いな、嫌だなって。だけどそれっていうのはもうポジションが違うっていうこと。それを教えてくれるための相手のそういう役割だったりね。相手のそういう、なんていうのかな。相手もそういう役だったって感じがするね。あなたに気づかせる。そういうタイミングだよっていうね。うん。だから、気づかせるための相手のそういうキャスティングだった可能性もあるし、そういうあなたがそういうシナリオを作っていて、そこであなたが転機、チェンジ、変わるときなんじゃないかなって、もう動くときだから、とにかくね、なんかこう、こういうときはね、もう自分が動くときなんだなっていうふうに、理解するとすごくね、スムーズにね、ことが進むと思います。ということでね、Cのね、選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。